見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラボーです。いよいよ明日、星のカービィ30周年記念ミュージックフェスが開催されますね。楽しみです。今回はフェス当日に向けて絶対に準備することを大きく4つに分けてお話していきます。1つ目は時間の確認です。自分は昼公演なのか夜公演なのか、ストリーミング配信なのか、まずこれを把握していないと何の準備もできません。昼公演であれば11時開場、12時半開演、当日の物販は8時から10時半が先行販売、11時から12時半が入場が販売となっています。夜公演だと16時半開場、18時開演、当日の物販は13時から16時が先行販売、16時半から18時が入場後販売となっています。ストリーミング配信は夜公演のみなので18時からとなっています。この日にカービィカフェに行く方、山城やプププマーケット、キャラコレに行く方もいると思いますので、このあたりとの時間も相談が必要です。昨日私がツイッターでつぶやいた都内のカービィマップも、もしよかったら参考にしてください。二つ目は場所の確認です。会場までのルートは分かっていた方がスムーズにたどり着けます。私が以前出した動画を見ていただければすぐ分かると思います。それからチケットに記載されているご自分の座席の位置も確認必須です。東京ガーデンシアターのホームページで席の位置を見ることができますので、こちらを見ておくと迷わずに進むことができます。また見やすさが気になる方は解説をしているサイトをご覧になってください。概要欄にリンクを貼っておきます。ストリーミングで参加の方は視聴先の URL をチェックです。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。3つ目は持ち物です。必ず必要なのは当たり前ですがチケット、それから替えが必要になると思いますので、曜日のマスク、事前通販している方は S グッズ、中でもペンライトは事前に動作確認をして、準備の電池を持っていくことをお勧めします。当日物販で購入を考えている方は現金を持っていってください。クレジットカードや電子マネーは使えませんのでご注意ください。それから人によっては防犯用もあるといいかもしれません。持っていると正面にいるカービィスタッフさんや演奏者さんをズームで見ることができて便利です。座席のスペースは1人1個分ですので、持っている荷物は最小限にして、少しお土産なので荷物が増えてしまったら、ロッカーを活用してなるべく身軽にしていきましょう。4つ目は体調管理です。前日は早く寝ましょう。このご時世ですので、少しでも熱があったり喉の痛みがあったら大変です。私もしっかり体調を整えて参加します。万が一当日体調が悪くなったら、アーカイブ配信で楽しみましょう。はい、ここまでフェスで絶対に準備することを4選お話ししました。曲の復習はいいのという方もいるかもしれません。すでにパンフレットを持っていて復習をしたい方はやってもいいのかなと思います。私は会場で聴いて、この曲知らなかった、いい曲だなとか、あ、この曲流れるんだ、やったーという出会いも大事だと思いますので、曲の復習についてはどちらでもいいのかなと思います。25周年オーケストラコンサート以来5年ぶりとなるカービィの音楽イベントを当日思いっきり楽しめるようにご一緒に準備していきましょう。ここまで見てくださってありがとうございます。カービィが好きな人たちと同じ時間を共有できることにワクワクしています。もしよかったらチャンネル登録していただいて、他の動画も見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。フェス楽しんでいきましょう。